はりがとうごこんにちは。ゆずひこれです。それでは今回なんですけども、メルペイが友達招待で1000円付与のキャンペーン、進めるペイで最大1億ポイントがもらえるかもということで、今回はメルペイより新たなキャンペーンが発表されたので、そちらについてお伝えしていこうと思います。それでは早速こちらですね。友達を招待すると必ず1000ポイントもらえる、最大1億ポイントがもらえる、友達招待キャンペーン、進めるペイということですね。まあ念のためここに出てる超有名 YouTuber の方は出てるんですけども、一応カットしています。 そして早速キャンペーンの詳細なんですけども、このキャンペーンではメルペイで友達招待をすると1000円分のメルペイポイントがもらえて、そして招待してもらった方にも1000円分のメルペイのポイントがそれぞれ入るということですね。期間は8月の30日の本日より9月16日までとなっています。1000円分のポイントをもらうためにはそれぞれが必ず本人確認が必要となってまして、これは何人でも招待は可能となってます。ちなみに通常は300ポイントが1ヶ月に10人までと決まってるんですけども、今回はそういったのがないということですね。 でポイント付与に関しては期間中合計1億ポイントまでということなのでまあこの1億ポイントに達するまで友達の招待をしまくることができるということですねそして今回重要となってくるのはこの本人確認なんですけどもメルペイには2つの方法がありましてまず1つ目っていうのがメルペイにお支払い用銀行口座の登録をするか もしくは2番目のアプリで簡単本人確認の完了。このどちらかとなります。丸二番のアプリで簡単本人確認は免許証などの本人確認書類と一緒にご自身の顔の写真を撮影してメルペイ側に送る方法なので、まあ、個人的には講座登録の方がサクッとできるので結構おすすめですね。そしてここからは招待する方と招待される方それぞれについてお伝えするんですけども、まず招待する方の場合は、もうこの順番の通りなんですが、本人確認が完了していないご家族やご友人に招待行 コードをを渡ししててメルペの登録をしてもらいますそして、期間中に本人確認が完了すると、これで招待が完了ということで、1000円分のメルペイポイントがもらえるということですね。次に招待される方の場合なんですけども、まず1番はメルペイの招待コードをもらうと、そして2番目は招待コードを登録すると、そして3番目の本人確認が完了、そして4番目で、まあ、1000ポイントがゲットできるという流れになりますね。 ちなみにメルペイでは現在こちらのキャンペーンも実施中で左側のセブンイレブンの3社合同キャンペーンそして右側のドラッグストアのクーポンもあるのでもらった1000円分のポイントでお買い物するとさらにお得にお買い物ができると思いますのでメルペイを入れて試すのもいいかなというふうに思います 今回のキャンペーンの注意点ですが、大きく2つありまして、すでに本人確認を完了されている方は、招待される方のキャンペーンには参加できないのでお気をつけください。そして、このキャンペーンでもらったポイントの有効期限は、もらった日から40日となっていますので、もらったらなるべく早く使うのがいいのかなと思います。最後にまだメルベル登録をされてない方がいらっしゃいましたら、一応僕の招待コードを概要欄に貼っておきます。けど、これで登録してしまうと僕にポイントが入ってしまうので、ぜひですね、ご家族やご友人の 方がメルペイをされていましたら、その方から招待コードをもらって登録するのがベストかなと思います。まあ、念のため、僕の招待コードと今回のキャンペーンのページ含めて下の概要欄に貼っておきますので、気になる方はチェックしてみてください。まあ、そんなこんなで今回はメルペイの友達招待で1000円分のポイント付与のキャンペーンについてお伝えしました。まあ、メルペイのキャンペーン自体、毎度どでかいキャンペーンを繰り出してくるので、今回もそれに近いものがありますね。まあ、是非ですね。1000円がもらえるのは結構大きいと思うので、ご家族やご友人などをたくさん招待して今回の。 キャンンペーンを楽しんでみてくださいその際はしっかりとキャンペーンページを読んだ上で始めるのもいいと思いますということで本日の動画は以上ですご視聴どうもありがとうございました